皆さんこんにちは、沢村幸宏です。もうすでにご存知の方も多いことと思いますが、フェンウィーク今年で60周年です。その60年っていうのはですね、僕が生まれる前からのことなんですけれども、そのおよそ半分の30年、僕のバスフィッシング歴ともにフェンウィークがあるっていうのが、これ実に半分ですよ。半分で30年。そのフェンウィークとともに歩んできた僕の30年ですけども、その時代時代のルアーのテクニックだったり、新しいルアーの、ね、開発だったり、時代によってニーズが変わりつつも、その出来上がってくるロット、モデルが変わってきながら、現在にこうずっとこう移行してくる、その60年の間っていうのは、まあ、当然今では考えられないようなモデルからスタートしたと思うんですね。で、現在に至るその最新テクノロジーをこう搭載したモデルに至るまでのその過程っていうのは、もう決して一言では語れるようなことではないと思うんです。その積み重ね積み重ねでもって今のフェンウィークがある、これだけは強く皆さんに申し上げられることの一つだと思うんですね。で、その中での一つとして、今年60周年の記念のモデルとして僕が一押ししたのが、このスーパーテクラ、最も優れたドライブの中でベイトフィネスという一つのスタイル、これはここ数年新しい提唱として生まれてきた、いわゆる一つのフィッシングスタイルの中から生まれたベイトフィネスという釣り方、その中で生まれた 60CL というモデルです。これが何が優れたところか、もうこれも一言では語り尽くせない、もう素晴らしいところがあるんですが、何よりもそのキャストフィールが優れている、素材を生かした感度、軽さ、操作性、そして魚をかけた時のアラミドボールが持っているトルク感でもって、フィネスな竿でありながらもでかいバスをしっかり取っていける、でそこにやっぱりこの 60CL の素晴らしいところが凝縮している、そんな竿ですね。60周年だからこの竿が出てきたとも言える、本当に素晴らしい限定のモデルだと思います。これぜひ手にして、どんな優れた竿なのかっていうのは必ずルアーを投げずして多分理解いただける、そんな竿だと思います 60CL。